こんばんは。今回ですね、グラマスの方が終わりましたんで、早速ね、見ていこうと思います。結果としてはこんな感じでして、アピオさんという方が優勝されました。おめでとうございます。ということで、そうですね、まあ、全体としては、割と順当な試合が多いかな。タワーで見かけるような対面とか、まあ、そういったものが結構多めで、まあ、その中でも結構変わったキャラとかもいたりしたので、まあ、そういった試合を一応主には、取り扱っていこうかなと思います。順当な試合とかもあったりするので、ぜひとも白点チャンネルの方もね、チェックしていただけたらなと思います。で、グラスコートなんですけど、グラスコートは、ちょっと唯一なんですけど、別に変わったキャラがいたわけではなかったです。一応、ルチアとかもいたりはしたんですけど、一番参考になりそうだったのがこの試合だったので、この試合を取り扱っていくんですけども、この試合は、闇の王子とか、星月美希とか、先導じゃない、後継か、後継アイリスとか、そこら辺のやっぱ環境でよく見かけるようなキャラ、そこら辺を、活躍させてるというか、いい感じに拮抗した試合だったので、参考になるかなと思って取り扱ってみました。基本的にはやっぱりこの、アイリス、闇の王子、美希が、やっぱ環境の中心じゃないですか。アスラーあたりも一応入れなくはないんですけど、主に、そうですね、ティア表とかで S とかつけるのであれば、ここら辺が多分 S になってくると思うんで、そういった S になりそうな、やっぱ環境トップのキャラたちを、どうね、上手い人を使うのかっていうのを、参考にできたらなと思いますね。やっぱりその、特に、ミキかな。ミキとかに関しては、回避アクションをうまく使って、普通であれば、もう取れない、なんか、オンザヒエンとか、そういった球を取ったりとか、あとはウィップショットみたいな高い球を、なんか上から叩き落としたりとか、あとは、上からっていうと、ボレー合戦とかしてるときに、相手がちょっとね、逃げるためにロブを上げるじゃないですか。そのロブを即座にスマッシュして叩き落とす、疑似ハイジャンみたいな、そんな感じのことができたりするので、そこら辺の、こういうやつとかね、高い球を即座にスマッシュして叩き落とすとかすると、結構強かったりもするので、そこら辺とかを、うまく技術を盗むというか、うまいところはどんどん吸収していくべきだと思うので、そこら辺とかを、参考にできたらなぁとは思いますが、自分はね、ミキあんまり使う気にならないな、やっぱ。すげえ難しそう。鴻上さんとかは使ってますけど、やっぱりね、格ジャスの有無、一応陣だけとかでつけれますけど、そこら辺とかもあったりするんで、使い勝手がまた変わってくるんでね。よく使えるなぁと思いますよ、ミキ使える人は。マジで、すごいと思う。自分も、自分の周りにもミキ使う人が何人かいるんですけど、そこら辺の人もね、よう使いますわっていう感じ、本当に。自分はもう環境キャラはアイリスしか使ってないから、あれなんですけど、そうですね。うまく使えれば、全然アイリス倒せますからね。特にアレスエンブレムとかつけると、火力が結構出るんで、打球ダメージでアイリス枯らしたりとかできたりとか、するんで、うまく使えれば強いのは確か。確かだけど、使うのが結構難しいので、そこら辺でやっぱ人を選ぶなーっていう感じではありますよね。で、ここで引っかかってしまうと、打点が低いというのと、闇ノーズの、球速が速いんで、引っかかってしまって、で、イサミだけで決めていくという感じで、基本ロブラ系のティナが多いんですけど、イサミも結構ね、いいなと思いました。ということで、こんな感じですかね。はい、次にハードコートなんですが、ハードコートは格ジャスミラが使われてたので採用してみました。格ジャスミラは、ちょっと前とかだったかな、ノラで、普通に格ジャスミラ使ってる人がいて、で、それ見て、あやもあるさんあたりが使ってたんかな。で、そこら辺から、たまに見かけるなっていう感じではあったんですけど、最近使ってるのは珍しいですね。このミラーの何が強いかっていうと、SS 封印ですね。エンマって、基本的に SS 封印って食らわないんですけど、食らわないとはいえ、SS 封印に対して SS ってぶつけらんないんですよ。不要無効とかあったら別ですけど、不要無効だけとか持ってない場合は、SS 封印に対して SS って打てない関係上、ずっと封印されてるみたいな。封印じゃないんだけど、封印はされてないけど、SS を一生打てないみたいな感じの状況にされるので、別にミラがすげえ有利かって言われると、別にそうでもないんですけど、ドレインがあるのでちょっと粘りやすかったりとか、あとは、そうです。格安があるんで前で安いとか、そこら辺とかで、うまく使えれば、点が取れなくはないかなっていう感じではありますよね。サーブタイプってこともあって、はめるといった意味ではやりやすいキャラではあるかな。SSS 展開されたら強いですけど、展開する前にね、こんな感じでやれば、エリア広い分、他のキャラよりはまだマシではあるけど、でも攻撃的な方に関してはあんまないので、結構攻めやすいといったところで、相手が SSS 打つ前であればこんな感じではめることはできて、面白いキャラではありますが、
どうなんすかね。まあ、不読無効キャラとか他にもいるから、まあ、あくまではめるのはエンマっていう感じですかね。あとは、まあ、エレノアラ家とかが、もっつけてない人専用ではあるんですけど、最近は結構アスララ家、コピーするやつとか、あとは、ジャジンハルラ家、改ざんのやつとか、そこら辺が多いように見えるので、まあ、そういったところで刺さるのかな？わかんないけど、最近のエンマ事情は、ちょっとエンマ使ってないんであれなんですけど、まあ、使われる感じとしても確かにエレノアラ家だいぶ減ったなって感じはするので、まあ、昔よりもミララ家じゃない、このカクジャスミラーは確かに、まあ、刺さるのかもしんないですね。ただ基本的にはやっぱボレーとかで決める必要があるので、そこら辺は大変ではあるんですけど、ハマれば結構面白いなと思いました。こんな感じですね。で、最後にクレイコートなんですが、クレイコートはなんかその特殊な戦術とか出てきて、これ強いですよって紹介するわけではなくて、逆に注意かな。その最近自分使ったキャラがいるので、まあ、とりあえず出てきたら喋ろうかなと思います。それまではですね、そうですね。特に喋ることはないです。特に、まあ、初手で強いコルネとかテレシアの対面で、まあ、ここはコルネが取っていく。で、次からかな。ここで牽制出したんで、それに対応してインデックス出していくと。やっぱ改変とか打って、まあ、SSS 打たせなければかなり有利取れるんで、まあ、これ出してきたって感じなんですけど、ここで、もう相手 SSS 溜まっちゃったんですね。溜まっちゃったんで、間に合わなかったと。で、ここでまあ点は取ったんですけども、SSS 完成されてしまいましたと。完成されちゃうとね、まずいんですよ。完成される前に打てたらでかかったんですけど、止まってしまったんで、ここね、スターストームが、なんだろうな、自分にも降りかかるんですね。まあ、ストーム耐性あるキャラ、例えばアスラとか SS 打たないキャラとかであればいいんですけど、まあ、そういったキャラでない限りは、やっぱスターストームが邪魔になってくると。うん。自分で撒いたスターストームで結構苦しむことになってるように見えるので、そこがね、注意かなって感じはあるので、編成単位で考えた方がいいかもしれないです。インデックス自体はスターストームとか改変とかで強いんですけど、まあ、テレシアミラーとかの対策で入れたりとかする人もいますし、そこら辺で強いキャラではあるんですけど、スターストーム耐性がない場合は、まあ、ちゃんと回り込んで打ったりとかする必要があるので、そこら辺でちょっと大変だなーってのは見受けられました。ただ途中からエルストームに切り替えたので、まあ、そのエルストームで、まあ、攻めていきたいなっていう感じではあるんですが、剣聖を完成されちゃったら結構まずいかもしれないですね。剣聖やっぱ完成さえいっちゃえばかなり強いキャラなので、ラケットも落として決まっていくという感じで、SSS 展開を阻止できればよかったんですけど、完成されてしまったので、かなりきつそうな感じがしますね。さすがに、ね、これもコルネも地面ギミック食らうんで、まあ、なかなか辛そうな感じがしますし、まあ、そういった感じで、まあ、インデックス強いけど、使う上でここら辺とかは注意したいなといったお話でした。ということで、今回はね、これで締めようかなと思います。ということで、どうもでした。お疲れ様です。